あれ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 、あ、おさむけさんじゃないですか。いやいや、わざとらしいよ。ちょっとモルさん、はい、いや本当ダメだよ。今キャンディーシャワーってやつで、そう、キャンディーシャワー、キャンディーシャワーって、さっき宣伝した気がするけど、そうそうそう、モルさん押しますね。じゃあ取材を、はい、あー、いいですか。さあ、3代目です。どうです、最初あのゆうちゃんかと思った、知らない、もう一人黒の LS 乗ってる。いや、わからないですね。まあ、はい、おるんだけど、はい、かと思ってさ、と思ったらさ、会場入る前にね、俺が組むようとさ、モロ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 って来て、ああそうですね、もうなんかやから来たなと、後ろでバーンと振られて、こんな人で来て、あ、いつも見てますおいおいおいみたいな、はい、もうやからやからだよ、はい、本当にかっこいいね。あ、これ知らなかったからね。そうですね、まあ森さんと出会って、まあもともと本当に純正アサスのアルミだけはこれ履いてたんですけど、あ、アルミはこれだったんだ。そうですね、まあ半年前ぐらいにイノベーション入って、で、まあちょっともう皆さんやっておられるし、その勢いでちょっと僕もやりたいなっていうので、で、どん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 様子がおかしくなったんですね。そうですね、3ヶ月半ぐらいですかね。3ヶ月半、はい、フルノーマルからやりました。じゃあ、まずバンパー、K、はい、違うの。そうですね、これ K ブレークのハイパーゼロですね、はい、のまんま。そう、まあ、ハイパーゼロに、これはカー、本物のカーボンのやつで用意してもらいましたね、はい、ショップの方に。いい感じだね、これ。はい、ありがとうございます。これのちょっと好き嫌いがあるよね、こういう。そうですね、結構なんか GT マシンみたいになってしまいました。GT マシンっぽいよね。そうですね、ちょっといかつくしたかったんで。全体的に黒黒だよね、なんかすごい。そうですね、逆に重い感じもするよね。まあ、ちょっといかついのが僕好きなんで。例えばなんか自分でコンセプトがこういうしたかったんですか。いや、なんかスポーティーな感じのちょっといかつい感じに仕上げたいっていうのと、まあ、あと初めての車、あのいじった車、初めてなの、まあ、初めて の、 そのこういういじった車なんで。綺麗に乗ってるね、初めて。そうですね、大体初めてってみんなくしゃくしゃしちゃう、ね、なんかかもしれないですけど、ちょっと初めてやったんで、とりあえずこういうのでいい、ね、様子見てっていう感じですね。こういう感じで、でもまだこれからいじってきそうだね、この感じだったら。あ、そうですね、今からやっとちょっとベース的には仕上がったかなっていう、ね、とりあえずもなんとか持ってくるような感じに仕上げたって感じ、ね、そうです、今の話聞いてる感じ、はい、そうです、ちょっと期待だね、この。はい、ありがとうございます。ちょっとリア見て。あ、いいですか。はい、はい、でもね、俺一個気になるんだよな。はい、一個だけでちょっとね、嫌だなと思ったね。はい、はい、どうぞ。これ嫌だ。カーボンですか。これね、はい、これだけがちょっとね。あ、マジですか。なんだろうな。ちょっと俺的にこのダックテールっていうんですかね、ちょっとごっつい、一応これバルドのブラックバイソンさんにちょっとだけ加工させてもらった。でもさ、同色じゃ嫌だったの。うわ、あえてのちょっとスポーティーさでちょっとカーボンとか、まあ、このマフラーもスタンドだったらさ、あのフロントカーボン作ってもらったんでしょ、あれ。はい、そうですね、同じ素材で同じようにこれ作ってるのよかったよ。いや、ちょっとあのカナドに関しては急遽なんですよ。1週間前に、まあ、ちょっとこの、ね、はい、出るっていうのもあったし、合わせてやったらかっこいい。そう、そうですね、ちょっとまたあれがさ、なんかやっぱ綺麗じゃん、はい、やっぱりウェットカーボン。そう、そうですね、ウェットだと思います。これ張りでしょ。はい、これはあのラッピングです。でも比べちゃうよね、やっぱりこの。そうですね、ちょっと統一的にはちょっとあれかもしれない。ね、もう全部ちょっとやり直します、一回。これなんかやるの、そのまま。いや、ちょっと今はとりあえずこれなんですけど、まあ最終的にはこれ取って、まあ、でもこれも好みだもんね。作り、あの、一体型で作りたいですね。はい、俺はちょっとこれがなっていうのが気になっただけ。 だけどね、はい、マフラーとかかっこいい、やっぱ。あ、ありがとうございます。これぶってえね、これ。そうですね、一応センスブランドさんの。センスブランドなの。はい、120杯でしたかな。120杯ぐらい、はい、あったりやつ。てか、はい、よう合わせて作ってもらう。あ、はい、もう何回も何回も作り直して、ワンオフで。で、一発で決まらなかった。いや、決まらなかったですね。これ出具合とか。そうですね、でも切って、なんか溶接してで何回も。一番回してとか。そうなんですよ。まあ、マフラーってやっぱり、ね、はい、ね、こう合わせながらね、作ってくれば、なんだかんだ、ね、かかっちゃうよね、はい、どうしても。そうですね、まあ、これはかっこいいと思う。やっぱレーシーだね、ちょっと。あ、はい、ありがとうございます。かなりこれ、チタン風とか。そうですね、まあ、音も結構バゴ、本物ではどうかわからないです。でも、8万5000円ぐらいしますね、これ、まあ、この2つだけで。結構高そうだね、これ。そうですね、結構、まあ、有名なところだったんで、はい、ね、バコンですね。まあ、バコン、はい、さっき聞いてあったから、バコンって、ボロボロって。そうですね、ガガガガガって、ガガガ違うから。はい、まあ、こんな感じで、はい、なんか今度個人的に取材来てくれるみたいで。ああ、もしよかったらぜひとも、もう強制だけどね、もう、はい、はい、その時またじっくりちょっと。そうですね、その時までまた一気に変えてますんで。あ、そうだ、そうそうそう、ちょうどリメイクもするんだね。そうですね、一応これ終わってからはもうちょっとボンネットとか、ね、もう一回細かく、
またちょっと気持ちをこう、そうですね、話を整理してもらって、わ、はい、かりました、はい、よろしくお願いします。見てくれると嬉しいです。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。次行ってみましょう。はい、さあ、あ、レクサスから離れてホンダに来ましたね。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。これね、はい、これなんか僕なんてちょっと言っていいかわかんないんですけど、はい、何をイメージしました、これって。臓器です。ですよね、やっぱり、はい、なんかすごい、カメラでちょっとわかるのか、ね、ちょっと別の動画でどうぞ、はい、なんか、すさまじいですね、これ、はい、これ、ね、パッと見てみんな何て思うんですかね。岩の塊ですかとか言われるんですけど、あ、まあ、確かに岩、はい、溶岩とか。そうです、そうです、はい、このだからこの配線が血管っぽいですね。そうです、そうです。最初見た時にこう見て、はい、岩かなと思って、でもこのなんか配線なんだろうなと思うんですよ。これがなんかピョンピョンピョンって、はい、でも分からんなそうです、ね、臓器ってことですね。はい、臓器です。それなんでそんな発想したんですか。なんですかね、綺麗にあの四角くバーンってできてるよりはもうなんですか、ぐっちゃぐちゃにしたいっていう。ぐちゃぐちゃに、はい、あ、だからこんなにぐちゃぐちゃぐちゃってこうわざと。そうです、そうです。あのなんすか、こういうケロイド状っていうんですか、はいはい、この臓器っぽいのってみんなお金払ってまで作りたいって思わないじゃないですか。思わないですね、普通にそうです、そうです。あるんですけど、そこにこうなんか隙間産業的なものがあるのかなと。これ逆に、はい、高ないし、こうやってなんか手間がやばくないですか。逆にすごい手間かかってます。手間ですよね、こんなくしゃくしゃってんの、はい、紙じゃないんで。そうです、ね、紙ならくしゃくしゃですけど、はい、あー、なるほど。で、これでオーディオ組んで、はい、これ実際この配線って何か意味あるんですか。これあれです、飾りです、飾りです。飾りなんですか。はい、これ実はちゃんとスピーカー繋がったら面白かったです、ね、ああ、そうですね。そういう感じじゃないですね。はい、そういう感じではない。これはグランドゼロですね。はい、最近やっぱみんな付け出しましたね、この辺。そうですね、でもこれ中に入ってる2発は日本に3発しか入ってないです。これですか。はい、そんな貴重なものがここにあるんですか。そこに2発入ってます。はい、マジですか。これ買ってこれ取り寄せたらこれしかないからこれで許してくれって言われて、はい、あ、じゃあしょうがないって値段が上がっちゃったんですけど、そう、日本に3つしか入ってない。あ、だったらこれ、これ希少です。希少ですね。あ、これ希少です、はい、ちょっとじゃあ前の方です。あ、はい、そこもすごいんで、はい、はい、すいません。さあ、これまたカメラで分かりにくいんですけど、塗装がラメラメ、はい、これめっちゃ綺麗ですね。はい、ラメラメです。全部エアブラシですか、これ。はい、エアブラシですね。自分でやったわけじゃない。いや、これは違います。はい、すごいな、これ。外は何をイメージですか、これ。はい、なんですか、刃をイメージして、で、刃物のイメージを全体的に巻いてある感じ。あ、だからこのラインが入ってるんですね。はい、そうです、そうです。これ一応コンセプトとしては一応プレデターの顔のマスク、はい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 、はい、みたいに、だからちょっと顎を少ししゃくれさせてるんですけど、はい、だからちょっとこれマスク的な感じで、ここが、はい、で中に連れて臓器になっていくみたいな、そういうコンセプトで作ってるんで。こういうのって言われないと多分全くもって分からないですよね。そう、多分見てる人いっぱいいましたけど、多分何かよく分かってなくて、分かってないと思いますよ。これありがたい機会で、これは皆さん臓器と思って言ってもなかなかこういうイメージが臓器って言う人何みたいな。そうです、そうです。私だと思うんですけど、でさっきから面白いことに僕とリレーが一緒で、そうですね、反応し合ってたんですね。そうです。でもやっぱり他にもいますね、やっぱ。はい、なんかどっかで飛んでますね。まあ、こういうもんでしょうがないですね。あ、しょうがないです、しょうがないです。これ RF1? はい、RF1 初期型のステップアゴンです。いつから乗ってるんですか。はい、当時から乗ってるんですか。当時から乗ってます。もう何年経ちますね。15年、それぐらい行ってますよね。だいぶ経ちますよね。あ、そうですね。最初じゃ新車どれなんですか。新車で買いました。はい、新車からずっとこのまま。どの馬ですか、最初は。最初はどの馬ですよね。はい、最初何やったんですか。最初は外向きオーディオを1回全部オーディオから行ってたんですか。はい、オーディオから行ってたんで、で、やめて、はい、ちょっと経った時にあのこの塗装屋さん、ゾンビファクトリーにあったんで、はいはいはい、そしたら、じゃあなんかどんどん作ろうよみたいな。で、なんかこう、その十何年経ってる間にこうなっちゃったんですか。こうなっちゃいました。はい、長い年月を経て。長い年月をかけて。すごいですね。いや、だって、はい、まあなんか何ですか、古いから車が新しいからとかそうなのがあんま関係ないですよね。そうですね。逆にもここまで乗っちゃうともう愛着やばくないですか。愛着やばいです。あの、長く乗るためにどこまで直せばいいのみたいな。やっぱ車のメンテナンスはこまめにされてる。そうですね、こまめにしないとやっぱり。もしかしてなんですけど、これ普段乗ります、はい、普段毎日、普段毎日乗ってるんですか。はい、普段乗りです。あの、どこ行くにもこれ乗ってます。多分よく子供に指さされてるんで。本当ですか。はい、
なんか汚れるの嫌だなって思いません？あ、いや全然全然平気っすか？はい、これクリアがランボルギーニとかと同じクリアを使ってるんで飛び石食らわないです。え、はい、これそうですね、これも3年ぐらい前に乗った塗装なんですけど、めっちゃ綺麗ですよこれ。はい、飛び石ないです。これちょっと最近作り直したばっかなんで、はい、これ3年ぐらい経ってるんですけど全然飛び石ないのは。皮膜が厚いんです。そうです、皮膜、塗膜が厚いです。皮膜が厚いですね、多分。はい、なんかめっちゃ綺麗ですよ、だって、はい、下手な同じ年式のステップで綺麗ですよ。そうです。いや皆さんこういうことです、はい、あの古い車も大事に乗れば綺麗に乗れるってことですね。そうですね。あ、逆にじゃないですか、今別に RF1 買って、はい、いじる人がいても、はい、じゃあありってことですね。あ、全然ありだと思いますよ。はい、でもまあ逆にいないからいいっすよね。まあそうですね、面白いっすね。はい、そうでもありかと思います。はい、じゃあちょっと面白いお話だったんで、はい、またどっかイベントでおかけで声かけてください。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。では次行ってみましょう。I killed, I know, once a free for champions, I can't believe it's right.